これは産後あるあるですよね。膣に水が入るということは少なからず隙間がある状態になります。お水の影響としてはやっぱり雑菌がありますので、かゆみや匂いの原因になってきます。皆さんこんにちは。大人女性の美容辞典、膣配布担当のちかです。本日は産後トラブルでもよくある膣から水が出ちゃう、このね原因をですねお話しさせてもらいたいと思います。これは産後あるあるですよね。妊娠中もね、いろいろやっぱ体のトラブルっていうのがあったんですけども、産後の体の変化には、とても戸惑いました。尿漏れもねありましたけども、お風呂からね立ち上がった時に時間差で水がちょって出てきてしまう、もうこれはね、何これって初めは思いました。ウェザーの時はね全くこういった知識がなかったので、修復どんどんしていくから、まあ戻っていくかなっていうのを期待していたんですけども、思ったよりも結構時間がかかりました。膣に水が入ること自体が体に悪そうじゃないですか。そうなんです。膣に水が入るということは膣に少なからず隙間がある状態になります。だからそこに水ももちろん入るんですけども、空気も入ってしまうんですね。お水の影響としてはやっぱり雑菌、お風呂とかね入ってると雑菌がありますので、そういったのが膣内に入ることによって、それがかゆみや匂いの原因になってきます。では空気はどういった影響を及ぼすかというと、膣内が乾燥していきやすくなってきます。ではその乾燥が進むとどうなっていくかというと、本来は膣の入り口っていうのは筋肉と粘膜層でできてるんですけども、その粘膜層がふかふかなお布団のように弾力のある層になってくるんですね。その粘膜層が隙間があることでどんどん水分が持ってかれていきます。するとどんどんふかふかだったお布団、粘膜層が薄くなっていきやすくなって、これが洗面布団みたいになってきてしまうんですね。なので常に乾燥しやすい環境っていうのはどんどん負のスパイラルに陥ってきます。なのでね、そこはもう改善していきたいじゃないですか。なんですけども、やはりね30歳を超えていきますと、コラーゲンとかエラシンを作る生成力っていうのがどうしても衰えていきやすくなります。やっぱり20代の方はね生成力は衰えておりませんので、そういったダメージがあっても戻りやすいんですけども、やはりその材料がなかなか作れなくなってくると戻るのに時間もかかりますし、戻りにくくなってきてしまいます。でも戻していきたいですよね。やっぱりその洗面布団のままでは乾燥が進むし、いろんなトラブルの元になっていきますので、そこを戻していきたいと思うと思うんですけども、膣トレとかはねやっぱ筋肉層、締める方の筋肉、アプローチはできていくのかなと思うんですけども、粘膜層を元に戻していくっていうのには少し難しいように感じます。なのでそういった場合はぜひ膣配布をトライしてみてください。この配布熱っていうのは粘膜層の3ミリの位置に傷を与えていくんですね。で人間の体って怪我をするとそこを一生懸命治そうとする、修復力っていうのがもともと備わっております。なんでその膣粘膜の中に傷をつけることによってで最優先的にそこのコラーゲンやエラスチンの生成が倍増していくわけですね。それによってせんべい布団だった粘膜層をふかふかなお布団に戻していくような形になります。当店ではですね、基本的に筋肉、締める方とその粘膜層の方にも両方アプローチしていきますので、産後トラブルには強い味方になると思います。ぜひね、悩まれている方っていうのはね、何もしなければね悪くなる一方ですので、解決できるお悩みは早く解決しちゃいましょう。ぜひ当店でお待ちしております。大人女性の美容辞典では美に関する専門家が様々な情報を発信しています。視聴者の皆様のお役に立てる情報がきっとあるはず。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。